あのちです。よろしくお願いします。ラストイニング2020やっていきましょう。今日取りだめでございます。5月の22、西武戦ですね。借金33。まあの借金ですよ。はい、行きましょうか。まあ難易度は変わらずです。昨日の動画がピッチャーだったんだよね。そこのレベルなんか変わったりしてんのかな。強いマイナス下がりましたね。はい、まあこれでいきましょう。はい、よし、行こうか。今日どうしようかな。こうかな。はい、まあ野手陣はちょっと今日こんな感じでいきます。おい、じゃあ、ルーレットいきますか。ではルーレットいきます。スタート。いや、今日はね、ちょっと野手操作したいですね。6番、上、指名打者、守備なしか。そっか。オッケー。盗塁いけんか、無理か。ちょっと、ありにしようか。守備なしだから、まあ、ちょっとそこの寂しさどうせあるし、走塁ありでいきましょうか。ここだな。盗塁、とりあえずこれでいくわ。うん、これでいく。そもそもまず塁に出ないことには走れることもないわけで。ベッドライフドームです。パシフィックリーグ公式戦、埼玉西武ライオンズ対オリックス。ちょっとチャンスあるわ、盗塁挑戦しよう。能力的にきついし、まああと俺だよな。俺が問題なんだよな。盗塁は本当に下手だから。見事なホームランを放ちました。ホームランが出たということは状態がいいんでしょうね。そうですね。さあ、ここも期待がかかります。なんとかする。フォアボールのランナーが出ています。小宮山さん、足の速いランナーがいますから、バッテリーはどうでしょうね。あ、はい、忙しいね。そうですよね。そう、走ってきた。キャッチャー送球してタッチアウト。いや、なんか俺がすごい足引っ張ってる感じになるけど、やっぱ今の振った方がよかったのかな。見事な、はい、見えてる。カーブ外れました。うん、バシッと打つから。変化球が決まりました。あー、どまい。いや、今日しに行くよ。いやー、絶好調。いやー、うん、元気。今日も元気だ。マークスとゲイ。そして打席には上本が入っています。さあ、ランナーを得点圏に背負っています。まあ、こういった要所を締めていくことが、ちょっと待って、一応ちょっと確認しとこう。なんか思ったよりもね、変化球が多く感じた。今ワンボールノーストライクでしょ。いや、ちょっとこれね、ツーボールにやってくんねえかな。そうすら 70% なんでね、ちょっとやっぱストレート狙わないと俺にはどうにもならんと思ってる。インコース低め。そう。入ってね。インコースストレート、際どいところに決めました。ワンボールツーストライクと追い込んでいます。さあ、どのように料理していくか。おらい。打ちました。センターへ打球伸びる。センター使う。ワンアウト。いや、てか打たないとさ、俺指名打者だからさ、打つのが仕事だから。ちょっと待って、今すっごい嫌な予感したのが、俺走ることなく応援するのがすごい怖いんだけど。バファローズの攻撃、バッターは DH 上本。先ほどの打席はセンターフライに倒れています。打球自体はいい当たりでしたから、ここは慎重に行った方がいいと思う。あぶねえ、振ろうか迷ってた。迷ってたね。迷わず行くべき。8回を迎えています。変化球、これは胸元へ。ワンボールツーストライク。いけるよ、大丈夫だよ。オッケー。オライ。この打球は落ちそうだ。ワンバウンドヒットになりました。行っちゃおう。一塁蹴って二塁に向かいます。オッケー。さあみんな、ドキドキのランナーソースだ。ライオンズピッチャー、バッターボックスには代打の白崎。やらかす気しかしねえよ。この場面で変えてきましたね。まあ点差がありますからね、抑えることに集中したいですよね。そうですね。やっべ、本当にやらかす気しかしねえ。外へのストライク。バットに当てよ。バットに当たった俺三塁走ると。打ちました。高いバウンド。ファーストゴロ。ファースト取った。オッケー。どうする。ホームスチールか。アウト。
バッターボックス細川。まあライオンズとしてはスクイズってのもあるぞ。大量リードで余裕があるとは思いますけども、気を抜かずしっかり抑えないといけないですよね。ここは別に操作しなくてもな、はい、俺さあここはホームスチールしねえしな。あ、ちょっと待って、タッチアップってのがあるな、タッチアップってのがあるな。さあ勝負してくるのか。このピンチは空振り三振。これでランナー帰りたい。バッターボックスには9番田代。バットに当たった瞬間走るよ俺。ショートゴロに倒れています。ツーアウトランナー三塁です。低め外れました。もうこぼした瞬間走るかな俺な。低め決まってストライク。ワンボールツーストライク追い込んでいます。アウトコース、これは見送ってボールです。いやどんまい。まあ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 、まあツーベース1本か。ちょっと寂しいね。走りたい走りたいな。ちょっとシングル打って、まあ正直迷ってだよね。ツーベース2塁に行くか、もう1塁で止まってちょっと盗塁のチャレンジをしようかで迷ったところでありましたよね。ただ行ったよね。メットライフドームからお伝えしてまい、まあ、任せとけい。バッターは DH 上本。まあ次、まずはワンアウトを取っています。ちょっと待って、初球俺ね、なんか柳町くんの企画の時にニール選手を得意にしてた記憶はすごくあるんだよね。本当俺の記憶力当てになんないかね。まずストレート全然投げねえじゃん。いや大丈夫、俺ニールキラーだから大丈夫。低めの変化球は決まりません。ボール先行です。オッケー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 。踏んねえよ、絶対踏んない俺。ここは1球見ました。いや大丈夫、いけるよ。強振に行くよ、行くよ。オッケー、盗塁チャンス来た。ちょっと待って、クイックチェック、クイック D、 いける。キャッチャーチェック、肩67、いける。まず1球見ること、それ大事。ふい、冷静。ふい、冷静。一塁はセーフ。初球打ち、ちょっと弾き返した打球はセンターへ。ここはフライになっています。センター掴んで次初球行くから見とけ見とけ見とけ。結構ギャンブル気味に行くから。2試合当たりが出ていません。ツーアウトになっています。押したって三角押したって俺今めっちゃ押したって。いや絶対伝わんないと思うけど、すごいタイミングで押してたから。あ遅い、あオッケーだって。キャッチャー二塁送球する、セーフ。アウト、盗塁失敗。ああセーフだろ、どう考えてもセーフだろ、見とけって。いや今のは割と意見が分かれそうなアウトだった気がする。いやけどいけるな。みんな見た？俺ギャンブルやったところでオッケーなんだぞ。今のでギャンブルだからな、俺の中でギャンブルスタートだからな。どうですか？そうですね、非常にいい。バーッと当ててしまいました、デッドボール。いってー。痛めました。これ。ちょっと待ってって、怪我なしの優しい世界にしてるって。どうせ怪我してねえんだから分かってんだから。そんなの僅差で勝利を収めました。まさか何交代、そうなの。怪我してないって分かってる。ちょっと待ってよ、いや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 、ほらめっちゃ元気なの、俺知ってるもん。そう持ってるもんな。上本選手は YouTube 始めたの始めたのかな、始めたのかな。野球選手今大体やるじゃん。
バッターボックスには指名打者の上本。マークスゲイ。ツーアウトになっています。今日の先発ピッチャーは今井。ここまで6勝をマークしています。危ね。やめろって。すっごい怖いからそれマジで。怪我しない世界といっても全試合中あんまり反映されないようだから。ボールゲイよ。ボール先行です。ちょっと待って。ストレート来る。66%6 割いく。狙うわ。155キロ。思ったより早く振る、はい、早めに振るぞ、はい、思わずバットが回ってしまいました。見るな、今の見なかったことにしてくれ。おけ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 、ファーボール持ちよ。冷静に見ていこう。このボールは外れてフォアボール。ツーアウトから。ちょっと待って、ちょチェックさせて。俺も今日の目標も一球走るってことだから、クイック D いける。よし、はい、厳しいコース。本当にクイック D か、なんかちょっと遅く見えたぞ俺には。おい分かってる、セーフ、ベースだもん。もう一球牽制球、アウト。一瞬でピンチの芽を摘みました。ご覧いただきましょう。最後。怪我したかもしれない。あ、今日はガズトや。マーガズトに打点あげよう。いやこれマジマジチャンス、マジチャンス、まあ。まだピンチが続いてるわけですけど、なんとか無失点で決めたいところですね。大丈夫。うん、そうですよね。カーブは負けだ。この場面で打席には6番の上野。オーライ。変化球打っていった。いい当たりだ。掴んでスリーアウト。いいとこね。することはできませんでした。もうピークはもうニール選手から受けたデッドボールだもん。任せとけ。小宮山さん、ここまで無失点、見事なピッチングが続いてますね。いやこれランナー出ると、本当に計算通りのピッチングと言っていいと思いますね。どこまでこの投球続くんでしょうか。冷静に冷静に低め、大丈夫、いける。大きく外れました。2球目のストレート、俺の中でタイミングバッチシの予定だったのに、やや振り遅れだったね。ってことはだよ、これが4球目、流し打ちだよ。ここで申し込みせっから塁出るんだ。変化球タイミング合いません。ツーボールツーストライクです。冷静に、いやーい、ちょっともう一試合やりたいな。ぶちかますか。予告ホームランでしょうか。信じられません、まあ、よほどの自信なんでしょうね。ああ、自信しかないね。そう思いますが、そうですね、スタンドは大喜びですが、まあ、ピッチャー牽制がうまいですからランナーはやりにくいでしょうね。ランナー黙っとけよ。そうですね、歩いて返しとくから。ここで見せ場作んなきゃよ。アウトコース外れます。一塁牽制球、一塁はセーフ。いらないから、そういう指示いらないから。これが3球目、ファーストランナースタート、キャッチャー送球して盗塁成功。今のは何俺は正解、俺正解、正解、正解でいいよね。いやてか盗塁うまいね、上手ね、憧れるわ。これでワンヒットで点が入ってしまいますね。やはり走力というのは大きな戦力ということですね。はい、ぶちかまし、おらや、優しい。最後は内野フライ掴んでアウト。これで3アウト。え、ちょっと待って。なんもいいとこないんだけど。探して。探して。今日の動画のいいところ何でした？探してください。皆さんへの課題です。課題です。探してやってください。ここで俺交流戦入んなかったら俺もう一試合取るもん。いや俺もう取るもん。いやちょっと待って、いやダメだな、ダメだ、さすがにダメだ。もう明日の動画からいろいろなことが狂っていくからさすがに取れない。今日のいいところ何？ニール選手じゃない？いやっていうかあれじゃない、怪我オフにしてても試合中には反映されないっていう、それが分かったというところじゃない？みんな知らなかったでしょ、これ検証動画だから。今俺今一生懸命喋ってる。
ほら、ないと下がんないの。俺よくやってるってことだもん。終わり。バイバイ。